ケルバン・アミアン・アッドは、フランス・トゥールーズのサッカー選手。セリエ・スペツヤ・カルチョ所属。ポジションは DF。2005年に、当時8歳だったアミアンは、地元アマチュア・クラブのバルマ SC でサッカーを始めた。2007年にトゥールーズ FC の下部組織に加入し、2015年10月26日、リーグンの SC バスティア戦にて初めて、トップチーム招集を受けたが、出番は来なかった。 翌2016から17シーズンの序盤戦である8月14日、トップチームの右サイドバックに負傷者が続出したため、急遽この日のオリンピックマルセイユ戦に出場して、トップチームデビューとプロデビューを果たした。デビュー後すぐにポジションを確保し、プロ1年目ながら、リーグ戦24試合に出場、うち22試合は先発フル出場だった。この活躍が評価され、 シーズン途中の10月には、クラブとの契約を3年間延長している。また、2017から18シーズン終了後にはさらに、契約を延長して2021年までとした。2020から21シーズン、このシーズンクラブはリーグ2で戦うことになったが、アミアンはポジションを右サイドバックからセンターバックに変更し、33試合4ゴールという成績を残した。 2021年7月22日、セリエ A のスペツヤカルチョに移籍し、5年契約を結んだことが発表された。ありがとうございます。